睡眠はお勧めしないのかとか、まあご質問いただいてます。まあ、10年過ぎた場合、年金どう、学生がですね、10年過ぎた場合、年金睡眠をどうすればいいのかとか、何歳まで払うのかとかですね、年金自体。まあ、いろいろ聞かれるんですけども、まあね、ですね、とにかくこれまではですね、あの年齢給とか、ね、賃金制度によって、まあ、年金制度ですよね、国が作ったその年金制度によって、まあその8割の人は中流階級というのを維持できたのが日本なんですよね。まあ、これ、海外からするとすごく特殊なことで、まあもうこの制度自体崩壊するのはもう分かりきっていると、人口ピラミッドがもう日本の場合いびつな形になってますので、働く人がほとんど減っているのに、もらう人が増えているっていう状態なので、まあ崩壊は間違いないということで、まあとにかくですね、これから自己年金を作っていく必要があると、まあ長期投資一番お勧めしています。なので、まあこれからですね、具体的な自分だけで、お金を増やす方法が分からないという場合はご相談いただければなというふうに思います。まあ、ネットでですね、安全に稼ぐ方法とか結構聞かれ